ライムスター玉のウィークエンドシャッフル5周年記念特別企画ザ・オーディション。はい、ね、もちろんセイント4の不思議東京シンデレラに合わせてね、映画ザ・オーディションでのね、振り付け、これですよ、これ、ね、やります、やってますけどね、なんのことやら。違いますよ、無事5周年を迎えた記念、ね、企画、記念企画として新たな試みに挑戦します。キーワードは、合言葉は、じゃあお前ら喋ってみろよね、リスナーの皆さんの中でね、サングラスハゲよりも、うまく喋れんぞと、なんだと、俺はいい企画持ってるぞと、なんだこれ、何が構成作家だと、豚かと豚かと豚かと、そういうことをね思ってる皆さんいっぱいいると思うんですけど、まあ要はですね、ラジオパーソナリティ発掘企画ですね、この番組を通じて、で、まあ、TBS ラジオでも昨年パーソナリティ一般公募とかあったりとか、あとオールナイトニッポンでなんかねこんな企画やったりしてるみたいですけどね。いやいやいや、うちはだって募集してる人の種類がほら種類が違うから、種類あっち系だから、あっち系の人を募集してるから。はい。2週間前にね、この企画募集しましたところ、リスナーの皆さんからですね、企画書、207通もの応募がございました。ありがとうございます、本当にね。皆さん、一個一個本当力入ってて、面白い企画、面白そうな企画いっぱいあったんですけどね。で、それはすべて、私、歌丸や番組スタッフで、書類オーディションさせていただきました。で、書類選考の後ですね、番組プロデューサー&ディレクター、近藤夏希、通称夏希 100% が電話をかけて、電話による、まあ、オーディション、電話審査を行う。で、4名まで絞り込まれた。これ、精鋭ですよ。207人中4名ですからね。はい。これから、その4名のうち、順番に3名が生で登場します。で、1名のみ、ちょっと本番前に収録した素材を流します。なぜそうしたのかは、後ほど発表いたします。で、審査の方法、言いますね、今夜の審査の方法です。その4名の特集発表、それぞれ10分間の持ち時間ね、終わった後、番組スタッフで審査を行います。審査員は、以下の5名です。5名、番組出演者島尾真帆さん、そして、番組プロデューサー&ディレクター夏希 100%、 そして、音楽部門の主にディレクターを務めていただいております、コアライさんことキッドコアライね、J-WAVE などのねおなじみ、仕事できる男です。そして4人目、構成作家古川浩介、そして、5人目が番組アドバイザーね、放送作家瀬野正夫さん、瀬野陳さんです。はい、この5人による審査を行い、晴れて1名の合格者が決定いたします。まあある意味もう何て言うんですかね、ラジオのプロがね5人のもう厳しい目を持って選ぶわけですから、これは厳正なる審査と言えるんじゃないでしょうか。そして合格した方、優勝者ですね、優勝者した、した方にはですね、期間限定で9時台のちょこっとラボ、企画も含めて出演お願いいたしたい、オファーしたいと思います。一月お願いしたいですね、うん、4回から5回でしょうかね、15分ずつぐらいの感じでね、よろしくお願いしたいなという感じでございます。で、一応ざっくりと審査基準、今までねその書類審査、電話審査を行いましたが、基準としてはやはりまあ視点がフレッシュであるということですね。他の番組ではできない感じのアイデアを持っている方であるということ、あとはまあやっぱり歴代の玉フル出演者ともやっぱかぶっていない、かぶりそうもないような企画でありキャラであるとかですね、なので、まあ、トーク能力みたいなのは正直ね後から磨くこともできますが、やはり企画のフレッシュさ、なんか出てくるんじゃないかみたいな、そちらにをちょっと優先して、4名に絞らせていただきました。でも他の皆さん本当にありがとうございます。はい、逸材が揃っていると思いました。さあそれではいよいよ本番始めましょうかね。プレゼンの持ち時間は1人10分となっております。順番は本番直前にくじ引きして決めて、置いていただきました。それでは、1人目呼び込みましょうかね。いいですか、準備よろしいですか。1人目、パーソナリティネーム一人関係さん、シンガーソングライター男性ということで、いらっしゃいませ、どうぞどうぞ、あこちらによろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせいたしました。あ、なんか結構準備がバッチリですね。はい、じゃあ改めましてご紹介させていただきたいと思います。パーソナリティネーム一人関係さん、シンガーソングライターということで、はい、お歌を、じゃあ歌わせて。お歌はそうですね、作ったり作らなかったり歌ったり作ったり歌わなかったり気分次第で。そうですね、はい、気分しないで攻めないでいただきたいと思います。はい、いやでもなんか、はい、独特のそのシンガー、ね、帽子とかハットとかなんか佇まいにシンガーソングライター感がやっぱありますけどね。今回の企画ちょっと意気込みを一つお願いします。意気込みですか。はい、そうですね、まあ、シネマハスターという名物企画が、こちらの方は名物企画と答えるのが名物コーナーですね。まあ、コーナーありますね。はい、はい、そちらの方をこう、まあ、皆さんリスナーの皆さん聞かれてるかと思うんですけれども、はい、まあ、歌丸さんの感想や解説解釈だけで、
あなた方は満足していいのか。あ、いいですね、この挑戦的な姿勢。大丈夫かと。はいはいはい。なんかまあこう、歌丸さんの話聞いた途端に、はい。なんかちょっと、解釈に一つ二つなんか、まあでもここ、こうだったらね、みたいな。なんかちょっと自分の、はい。最初に思った感じと入れ替えちゃったりとか。ああ、それね、あの、埋め、書き換えられちゃう感じがあった。そうなんですよ、はい。なんかちょっと分かった風な気になっちゃう感じ。やけに挑戦で。まあ、じゃあ中身はちょっと一つお願いします。じゃあそういう感じで。はい。はい。シネマハズライの挑戦企画でもあるということで。はい。じゃあ準備よろしいですか？いきますよ。それでは、一人目。一人関係さんによる特集タイトル。時を止める症状。特集どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。私ですね、シンガーソングライターと今ご紹介いただきましたけれども、はい、まあ、趣味といいますかライフワークなんですけれども、うん、松田優作フリークというのを、まあ、一応やっておりましてですね。なるほど。あ、はい、ちょっとでもね、松田優作感ありますもんね。本当ですか。雰囲気で。あ、申し訳ないですね。ちょっと物まねがちょっと入っていただいて、はいはいはい、ということなんですけども、まあそれは、それはともかく、はい、ともかくなんですけども、まあ、ちょっと歌丸さんへのまだちょっとあの知ったから申し訳ないですけども、はい、ちょっと行こうかなと思うんですけども、まあ、歌丸さん、あなたはまあやれ。アマゾンでダブって買っちゃっただの、はいはいはい、やれブルーレイ買っただのということで、はいはいはい、まあ、不要になった DVD をですね、はい、まあ、散々これまでにあのリスナーの方にプレゼントされてると思うんですけど、はいはいはい、うん、まあ、あなたは果たしてその DVD を本当に堪能して、はい、十分に堪能した上でそれをプレゼントしていると心から下げることができますか？もう、めんどくさいな、はいはいはい、めんどくさいですよ。でですね、今回私がぜひ歌丸さん、うん、タマフルスタッフの皆様で、はい、リスナーの皆様にも聞いていただきたいトークテーマっていうのが、まあ、その、まあ、いわばビデオハスラーとも言うべき話なんですけど、映画館ではなくビデオ。そうですね、うん、はい、それが時を止める症状。時を止める症状、はい、症状ですね、はい、はい、まあ、熱烈な映画ファンの方々、まあ、リスナーの方にも多いと思うんですけども、はい、ここでもう自主的にされてるかと思うんですけども、まあ、重々承知の上でその DVD なりをこう一時停止して画面何映ってんだっていうのを、ああでも本当に好きな方はいるとかだとね、はい、ブラックスワンの時にディスコシーンでねやってみたりなんかしましたけど、あ、そうですね、はいはい、そういうなんかまあ目まぐるしいシーンとかもあると思うんですけど、はいはい、その今回時を止める症状っていうのはですね、まあ、まあ、そのほとんど病気な生理衝動を、まあ、症状としてですね止めたい止めたい止めたい、俺は絶対止めたいっていう気持ちになっちゃう止めざるを得ない、うん、俺今の俺ときたら熱い熱い思いをそういうことですね、はい、で今回そのお題に今回、やりましたのがですね、森田芳光監督の映画家族ゲームのとあるシーンを一時停止して調べてみたら判明した真実とそこから浮かび上がるものということですね。おー、そうですか、はい、来週のねシネマハスラーちょうど、いや本当そうなんですよ、なんかすいませんね、気を使っていただいて、別に気を使った覚えはないんですね。いやなんか、あの、はいはい、サイコロ振るとこ見たんで別にあの何にも不正がない感じで、ね、不正はない分かっていただけると思うんですけど、はい、まあ、はい、でですね、はい、ま、どの場面、どの映画のどの場面だろう、はい、まあ、そう、家族ゲーム、家族ゲームね、はい、代表作じゃないですか。代表作、何度も見てますよ俺、森田芳光監督、松田優作主演の家族ゲーム、この間も俺だってスクリーンで見たんですもん。ああ、はいはい、銀座シネパトスですよね、はい、で、そこでですね、今 DVD をお持ちの方はもう急いで入れてください間に合うかな、はい、今伝え行ってもいいかもわかんない、家族ゲーム持ってる方今すぐ入れてくださいね、はい、まあ、ちょっとカウンターを申し上げますと00時53分15秒ですね、はいはい、ここで一時停止してみたところですね、はい、この、宮川一郎太さんの友達役で土屋という役の、まあ、いじめっ子というか、そうですね、土屋くんの部屋のシーンが映ってるんですけど、あの友達がね集まってきてる、そうですね、シーンですよね、はい、で、土屋くんというのが今ですね、あの、すいません、ちょっと申し遅れましたけども、ツイッターのハッシュタグ歌丸でですね、私一人関係という人間がですね、資料を、5個アップしております。で、それの今1番を今設定、あ、インターネットともこれマルチメディア、マルチメディア感なんですけど、ね、はい、はい、はい。で、その1番のですね、はい、上の方の画面、53分15秒のところで、リスナー聞いてる、まあ、じゃあ説明してくださいよ。はい、うん、はい、アイスホッケーのゲームを見ているのが土屋くんです。真ん中、画面真ん中に、はい。ちょっとね、トシちゃん風の髪型なんですよ、ね。そうですね、はい。顔の中身はバロン秋山にちょっと似てるんですけど、はい。で、手前の方でアイスホッケーを、まあ、アクションゲームとして、こう、軸を動かして遊ぶゲームを、手前でね、当時のビデオゲームというか、あ、あの手前の方の、手前がガチャガチャって棒でやるやつね、はい、今宇多田さんおっしゃったように、はい、画面奥の方ですテレビゲームを他の友達がまたしていますね、うん、でこのゲームって一体何やってるんだろう、うん、
って思ったんですよ。はいはい、でこの画面を見てちょっとねこれ遠いからちょっと遠いんですよ、でぼんやりしてます、はい、でまあ、これ見進めていきますと、はい、その資料1の下の方の写真なんですけども、はい、1時間00分14秒のところです。7分後ぐらい、はい、土屋くんが部屋で一人でポツネンとしてる。要はさっきまで友達がいっぱいいたので土屋くんがちょっと孤独な状態に陥っている、孤独なシーンになってるんですね。でこの孤独なシーンのところでゲームのハードウェアがちょっと見えるんですね。あの元だ、画面じゃなくて、はい、そうですね、何をいじってたのか見える。そうなんです、うんうん、でこの頃まだファミコンペの発売されてないわけなんです。されてないですね、はい、でですねこれ多分、はい、多分と言いますか、この頃日本に入ってきてるゲームといえば、まあ、アタリというメーカーのですね、ゲームのハード、はいはい、アタリを分かりますよ、はい、5分経過、残り5分です。もう半分、はい、半分ですよ、はい、で、アタリのあたりじゃないかと当たりをつけましてですね、当たりじゃないかと当たりをつけて、はい、うん、で、まあインターネットという、ズルを買いますですね。いや、まあズルじゃないですよね、まあまあ、うん、あの現在の技術と情報をですね、集合値を利用しましてですね、うるせえないですよ、はいはい、はい、アイスホッケー、これはアイスホッケーゲームなんではないかというですね。あ、そっか、そ のアイスホッケー好きって設定なんですよね、また土屋くんがね、はい、で奥でやってるゲームもアイスホッケーなんじゃないかなという。なんか絵面だけ見るとテニスかなって思っちゃうけどアイスホッケーなんじゃないかな。そうなんですよ、これコートの絵からしてアイスホッケーじゃないかと。で、ですね、このあたりのじゃあハードはなんていうものかっていうのをですね、僕すいません、これ2日前にやっぱり新事実がまた分かりましたですね、最初2600という機種かと思ったんですけども、はい、はい、その後継後に出た5200という、ゲームでですね、はい、アイスホッケーなんじゃないかと。で5200アイスホッケーのゲーム画面っていうのは出てこなかったんですけれども、ちょっとネットとかに引っかからなかったんですけれども、うん、ですね、ですからこのアイスホッケーで遊んでいないのはこの部屋の持ち主である土屋くんだけだったという。土屋くんはそのさっきの53分友達が集まってるところを見てるだけなんですね、はい、見てるだけなんですね、はい、ですごくそこのアイスホッケーをやっていないということで、一人孤独感が、もうゲームが何かって分かるだけで、はい、随分とまたより、孤独感、疎外感が、増すということなんですね。そうかな。でさらにこのあたり5200という機種がですね、はい、うんうん、ライバル社であるコレコ社というところのコレコビジョンというところ、コレコビジョンというものがヒット商品になってしまったため、うんうん、5200というのはですね、中途半端な存在となってしまってですね、スペック的な問題もありまして、短命に終わったんですね。でここから分かるのは、需要、ね、2600が低価格でバージョンですね。そうですね、はい、で5200が上位機種だったという wiki 情報、はい、はい、で需要と時代の波に取り残された機種であるあたり5200という機種と、うん、ゲームがあるうちということで友人が集まっていた部屋、なのに受験が近づいてきて、だんだん友人たちの足も遠のき、一人部屋で佇む中学生である土屋くんというのがですね、これ重なって見えてくる。これはでもおかしくない？だってリアルタイムで最新機種なんだから、その後パッとしなくなったっていうのはこれ現代の視点であって、いや、ですね、公開時の段階で、はい、もうあのアメリカの方ではちょっと下火になってきてる。ああ、そうですね、はい、それを踏まえたという情報が、はい、なるほど、なんですね。今あと何